さて、ようこそ網走へ、よく来ていただきました。本当に、ね、ありがとうございます。私、田村正香っていうんです。知らなかったでしょ。覚えて帰ってくださいね。あの音楽家で、今日はピアノとオカリナをやるんだけど、20年ぐらい前かな、15年ぐらい前かな、ラジオ局のね、控え室でね、モノマネ芸人さんと一緒だった時にね、声が似てるから一緒にやりませんかってお誘い受けてね、へえ、そんなんだと思って、もう全然そのこと考えてませんでした。当時はでも髪型だって坊ちゃん狩りだしね、モノマネするなんても考えてみなかったんだけどね。ところが、まあ、声が似てるっていうんだから、まあ、ちょっとやってみようかと思って、ここの舞台でね、忍三郎ですってやったらね、お客さんがえらい喜んでくる。本当にね、だからね、いや、面白いな、モノマネってね、思って、それで、まあ、その芸人さんが言う、その田村まさかクエスチョン、まあ、クエスチョンはまあいいよね、田村まさかで、活動を始めた。そしたらね、やっぱりいろんなイベントに呼んでいただけるようになってね、東京、大阪、九州、鹿児島もあちこち行って、結構忙しくなって。テレビにも出るなって、いや、これはちょうどいいな、これからいや、これから楽しくなるなって頃に、3年前ですよ、コロナね、もうコロナになったらもう大変ですね。子供たちが頑張って大学入っても、学校なんか来なくてもいいね、リモートでいいね。で、東京あたりの会社にしなくて、あ、もう会社なんか来なくてもいい、リモートでね。で、それこそ矢沢永吉さんでさえずっとコンサートができなかったでしょ、ね。本当にまあそういう状態の3年間でした。私はね、ところがまあ網走に住んでる。で、ここまで近いわけですよ。だから車で7分21秒ここ。だからね、ここのコンサート、まあね、お客さんは少ないよ。一人とかいたからね、東京のまん延防止がきつい時なんかはね、もう、ね、東京の人はね、もう動くな、息もするなっていう時あったよね。それでもうお客さん一人だけ、あ、よく来てくれたね、ありがとうねってね、コンサートやって、お客さんどこから来たの、よく来てくれたね、ありがとうねって、いや、誰にも言わないでね、東京です元気な人は歩いてたんでね、うん、まあそういうのもあったりしてね。それで、ね、そこで私もね、考え方変えたわけ。もう例えばコロナの渦中にね、チラシを打って、友達に頼んで、コンサート来てくれ言ったってね、みんなおっかなびっくりでね、もうそんなことしなくてもいいじゃないね。YouTuber ね、YouTuber になろうと思って頑張ったら、去年の秋に YouTuber になれました。まあ、だけどね、可愛らしいもんですよ。私たち皆さんがよく知ってる YouTuber とはもう全然レベルが違う。まあ、YouTube からの広告収入っていうのがね、月に換算すると3000円ぐらいです。可愛いでしょ。だからね、まあ、これからじわじわと増やしていけばね。まあ、YouTube がいいのは、まあ、一回その覚えていただければ、まあ、それこそまあ4年に1回とかね、じわじわ増えていけばいいやと思ってね、そう思ってます。だからまあ今日は田村まさかを覚えていた。覚えて帰ったらね、こんなことやるんですよ。友達にね、あなた田村まさか知ってますか、ね、言ってごらん、ね、知らんって言いますからね、知らんって言う、え、あなた田村まさか知らないの、突き放してね。そしたらね、友達はね、心配になるんだよね。人間ってそんなもんですよ。ピコ太郎さん出てきた時、そう、ピコ太郎何それってね、今みんな知ってるじゃん。そんなことありますね。それで友達は、田村まさかで、ね、スマホで検索します。そしたらなんとね、 Google 先生ありがたいです、田村まさかずさんとセットで出てくるんです ね。それで 田村まさかの入っていくと、私の YouTube がブワッと広がりますよって、そんなシナリオで応援してお願いします。さて、まあ、それでね、実はもうこ のコンサートも10年以上ここやってるんだけど、コロナになって2、3ヶ月半年ぐらいした頃かな、夏ですよ。関西からの男性のお客様の励ましの言葉、あれがね、未だに支えになってるの。っていうのがね、本当に音楽が好きな人だったんでね、いやー、久しぶりに生の音聞いたよ、ありがとうって帰っていったのね。それがもう嬉しくてね、あ、そうか、やっぱりね、その音楽好きな感性持った人においてはね、生の音をちゃんとお届けしたら、それはいいお土産になるなと思ってね。だからここはもう、まあ、これなんかの縁ですよ、きっとね。田村まさか見ようと思って来たわけじゃない、たまたま来たって、なんかやってるなそれでいいからね、ただ生の音を聞いていてください。そこにトイレもあるんで、ゆっくり、やってください。8時になったらね、上からお客さん降りてくると思うから、ね、まあ、ゆっ
っくりやってください。さあ、まずはピアノ。さてさて、静かな時に弾いておきたい曲がね、ありますね。G 線上のアリアをピアノで弾いたら、こんな様子ですよ。
私がね、まあ、プロになれたのはね、まあ、ピアノが好きで、ここにもいいピアノがあるからね、ピアノでやるんだけど、ピアノじゃなかったんですよね。でちょっとピアノ弾いたらオカリナという楽器に変えたりとか。このオカリナがね、良かったんだね。日本の場合は宗次郎さんが活躍したせいでオカリナのことはみんな知ってますからね。だからやってる人も多いし、まあ簡単な楽器だしね、身近な楽器だからね、オカリナに切り替えてたいと思います。で、ショパンでやってこうかな。あと2曲ぐらいちょっとピアノやっていきますね。ショパンの一番よく聴く曲だと思いますね、ノクターンの9の2をお送りいたします。さんがね、ついにもう亡くなっちゃってね、いやもったいないなと思いますね。本当にあの功績はすごく大きいと思うんですけどね。戦場のメリークリスマスもやっぱり代表曲なんですよね。これ やってね、で本当に坂本さんが亡くなってから特にね、このカメラで撮って1日遅れで YouTube に載せてるんだけど、やっぱりね、戦場のメリークリスマスだけがね、音が消されるんでね、ミュートされるね。まあ、それはしょうがないやと思ってね、いいんだけど、心
ここに臨場してくれたお客様に向けて、お届けできればいいやなと思ってね、ピアノあと1曲やってオカリナに移りたいと思います。それでは戦場のメリークリスマスです。知らんって言いますからね。知らんって言った時にね、あなた田村まさか知らないの言ってやってください、ね、そしたらね、友達が心配になるんだよ ね。みんな知ってるのに自分だけ知らないのかな。じゃあね、こんな時代です。スマホで田村まさか検索するの。そしたらね、田村まさかさんと一緒に出てきますから ね。 そ, うね。そしてね、田村まさかの方入っていくと YouTube ってあるでしょ。 YouTube が広がるのね。今日の目的はね、お客さんにね、その YouTube 見てほしいの、ね、遠くから来てくれてると思うんだ、ニューヨークとか ね。そうでしょ、パリから来てありがとう ね。日本語うまいねうまいんですけど、あの
コンサートです、コロナの影響が3年も続いてね、音楽好きな人にとってはね、もう飢餓状態なんですよね。コンサートなかったんだからね。だから、できるだけ生の音で楽しんでください。さて、ピアノはもうありきたりのもんだけど、私がプロになれたのはこの楽器なんですよ。これが素晴らしいんだよ、これ。オカリナ。この生の音を聴いてください。ただいまからオカリナです。さて、そしてね、すごく自慢があるんです。普通はね、カラオケ使うんだけど、私もカラオケ使わないんです。多少ピアノ弾けるからね、このちっちゃいピアノ弾いて、もうオカリナも生でやるし、伴奏もピアノで生でやるんですね。すごいでしょ。もう手品みたいな話だよね。まあ、手品じゃないんだけどね。ちょっとね、助っ人、私です。いいでしょ。私がここに座るんです。よしよし。ね。きっとね、もう勘のいい方分かると思うんですけど、これ自動演奏機能ついてる。あらかじめ私伴奏弾いてるわけで、このタッチね、鍵盤がちゃんと動くから、このペダルからね、これ全部私が弾いてんだよっていうことで聞いてくださいね。さて、オカリナの音色素晴らしいんです、まず北海道の歌いくつかやりましょうね。これです、やっぱし、北の国から。分かりやすいところで言うとね、宇宙戦艦ヤマトの主題歌を作った宮川博さん、ね、恋のバカンス、恋の風が、ね、宮川博さんという作曲家がいらっしゃいました。その宮川博さんは子供の頃、紋別の奥地で過ごしたんだよね。紋別の奥地に鴻舞鉱山という金が取れて賑わった鉱山がありました。そのおじいちゃんが鉱山の技師だったってことでね、小さい頃暮らしました。その小さい頃見た、冬の鴻舞鉱山の紋別の景色ですね、それが歌になったんです。想像してみてください。冬の北海道の内陸、雪と氷しかないです。真っ白ですね。その中にね、鉱山、ちょっと遠くのお客様、ちょっとコンサートやってるんだけど、お話し声がね、結構触るんですよ。お客様、日本語わかります？わかんないのかな？日本語わかんないのかな？ね、ちょっと離れたところにね、ラウンジがあるから、あそこで品物拾えたらいいよ。日本語わかんないのかな？コンサート、コンサート、まあいいや。
時々話してるんですね。まあいいです。それで、ね、その子供の頃見た真っ白の中に鉱山ですから鉱物を運ぶ線路が通ってるんですね。その線路が銀色に光って見えたんですね。さあ生まれた曲は銀色の道っていうね、昔ダークダックスが歌って随分流行りました、うん、これオカリナでやってみたいと思います。これが紋別の歌だったんだよって覚えておいてくださいね。さて知床旅場行きます。知床観光船が事故を起こして 1年経ちますもんね。もう本当悲惨な事故でね、あそこには4社運航しておったんだけど、あの1社だけがちょこ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 トラブル起こしてた。本当になぜかって言ったらインチキするから、ね、で他の3社はね本当ちゃんとやってる。昔から細々とねちゃんとやってんだよね。だから機会があったら乗って応援してあげてほしいな、そんな気持ちです。さて知床旅情聞いてください。ありました。Thank you.
さて、ここの舞台でね、ここの舞台だけじゃないんですけど、このコンサートでやってる時にね、あのお客様にね元気を分けてあげられる曲、これいいなと思いました。あの何やるかって言いましたらね、何年か前に朝のドラマで取り上げられた作曲家、古関裕而さんっていらっしゃるのね。古関裕而さん、私ね年代が違うせいか全く知らなかったのね。そんな人いるんだ、すごいね。ところがね、作品聞いてみたらみんな聞いたことあるんでね、やっぱり歌い継がれてってね。その中でね、高原列車は行くっていうね、あのこの曲ね、もうみんなが明るくなってね、そんな気がします。ちょっとやってみたいと思いますんで、聞いてください。高原列車は行く。桜がね、これが散っちゃいまして、散って1年、1週間ぐらいになりますけどね。これいきますよ、森山直太朗君の歌った桜、ね、あれいい歌ですよね。まあそれにしてもね、森山良子さんといいね、親子で2代で活躍するなんて、なんて才能なんだろう。すごいねと思いますけどね。まあ本当に名曲です。桜、行ってみたいと思います。ちっちゃい文字が見えなくてね、ちょっと探す。ありました、ありました。
そしたらね、松任谷由実、ね、ユーミンが、年末にね、文化功労賞、勲章をもらったんだよね。これすごいことなんだよ。だって文化功労賞って言ったらね、まあ年も90歳ぐらいになってもうそろそろ死ぬかなってならないとくれないんだよ、ね、70そこそこでもらっちゃうなんて、よっぽど日本国民広きにわたって功労の実績が頭の固い役所の方に認められたんだね。そりゃ認めざるを得ないですよ。だってジブリが採用したんだもん、ね、ジブリが採用したことによって、本当はね、松任谷由実さんって言ったらもう私たちの年代しか知らない人な、本当はね。ところがジブリが扱ったもんだから、ちっちゃい子供たちが知ってるね。でちっちゃい子供たち通して20代30代40代のお父様お母様方が直接聞くようになるんだよね。国民広きにわたって文化の功労があった。おまけにね、ジブリですからね、海外の人もよく知ってるんだよね。これもすごい功績だよね。やっぱりそのジブリの企画力っていうんですかね。それでね、ジブリがまたすごいのは、松任谷由実の曲を、まあ、3曲ぐらいちょっと見つけたんだけど、選んでんだけど、それがね、なんと選んでんのがね、松任谷由実じゃないんだよね。大人しか知らない荒井由実。なんでお客さん若いのに知ってんの。すごい素晴らしい、音楽好きな人なんだ ね素晴らしい。だってね、若い人ね、荒井由実、何それ知らないもんだってね。まあまあいいんだけど、荒井由実の曲、ねね、今日は、ね、優しさに包まれたんでしょ。それからデビュー曲の飛行機雲、ね、それからね、ルージュの伝言、時間の許す限りやっちゃおうね。嬉しいね。ね、こういう若い方もね、松任谷由実直接分かるんだね。それが文化功労賞、すごいね。ジブリって、ジブリがすごい。あ、ユーミンすごいね。もっともっと、ね、優しさに包まれたなら、thank you.
したらね、次はあれですね、やっぱりデビュー曲、飛行機雲。飛行機雲ってやっぱりすごいね。あのユーミンがね、小学校の頃に仲良かった同級生がね、中学高校と学校変わっていくじゃないですか。ね、風の噂で友達がね、聞いた時にはもう病気で亡くなってたんだよね。あ、お友達は空に行っちゃった。ね、すごい曲をね、あの何歳ぐらいの時作ったんだろうね。やっぱり天才ってすごいですよね、本当にね。まあ、飛行機雲やってみたいと思います。はい、ありました。次はもうノリがいい曲からやってみたいと思います。ルージュの伝言、ね、これも荒井由実なんだよね、本当に。Thank you.
から手拍子、これね、手拍子お客さんは素晴らしいよ。あの、なんでかって言ったらね、コンサートで、まあ、時々手拍子なんかいただくんだけど、大概ね、遅れるんだよ。今日のお客さん遅れないんだよね、すごい。いや、これね、本当にそうなんだよ。あの、いろんなコンサート行って聞いてごらん、大概、なんか今日のお客さん全く遅れないんだね、素晴らしい、本当に。こんなことめったにないから、本当に。いや、本当にね、何なんだろうね、嬉しい、すごく嬉しいです。今日は来てくれてありがとう、本当に。それでね、もうあと15分ぐらいなんですけど、ちょっと宣伝させてください。もう田村まさか覚えたでしょ、ね、お家帰ったら YouTube ね、ね、チャンネル登録お願いいたしますいや、ちょっとね、先ほど冒頭にも説明したんだけど、まだお客さん来てない頃にね、あの、YouTuber になったわけ。もうコロナの影響がもう大きくてね、YouTuber になった。ね、でもね、YouTuber の噂聞くでしょ、毎月何百万稼いでる。私なんか可愛いもんです、月にね、3000円ぐらいです。可愛いでしょ。だからお客さんがね、どんどんチャンネル登録していただいて、広告あたり見ていただくとね、3001円ぐらいになるかもしれない。ね、可愛いもんでしょ、ね、可愛がってください、本当にね。さて、ここにアルバムがいっぱいあるでしょ。田村まさかはね、おモノマネでやっぱり覚えられやすいんだけど、音楽家なんですよね。それでオリジナル曲がいっぱいあるわけ、ね、それをちょっと聴いてもらおうかなと思います。まあ、最初は優しい感じの曲です。これ G スプリング聴いてください。ありがとうね。あの、オカリナやりだしてね、思うのは本当にね、面白い反応だなと思ったのは、私オカリナやってるんですよって結構言い出したしね。あの、男性の方なんかはね、あ、オカリナちょっと売ってくれってね。ああ、そうかそうか、ピアノ弾いててね、あ、そのピアノいいね、1個ちょうだいってそんなやついないですよね。オカリナだからね、売ってくれってことで、これ1億円もするなんて思ってないでしょ。ね、ね、バイオリンなんか大変だよ。あの、芸能人格付けチェックってあるでしょ。面白いね。3万円の鈴木のバイオリンと10億円のストラディバリウスとね、あなた違いが分かりますかってやってるでしょ、ね、10億円だよ、買えないよそんなん ね, ね、あ、お客さんから持ってるかもしれないけど、私は買えない。私のオカリナ笑わないで、ね、8000円、安いでしょ。 お土産物コーナーにありそうな感じでね、まあ、言ってもそんなもんなんです。楽器屋さん行ってみて、7000円ぐらいから売ってるから、ね、で高いものでもね、3万円ぐらいですよ。だからお客さんもやってみたらいいですよ、ね、このピアノ今買おうと思ったら1個250万円するんだって、ね、このちっちゃいやつで130万円、1個ちょうだいって簡単に言えないよね。これだったら簡単に言えるよね、1個ちょうだいってね、
それでお客様がお金を買うときに注意しなきゃいけないのは、これ陶器だから成形が非常に難しい素材なんだよね。焼くと縮んじゃうから。で、音痴なんですよ、結構。音痴な状態で売ってるから、お店の方にね、音痴じゃないやつを選んでちょうだいって、これ田村正和に言われてきたんだって、名前出していいから。いや、私もね、タンクも買ってね、私はまあ調律して使ってるんだけどね。それで、今これに至ったのは、これ海外からのやつなんだけど、非常によくなるんだけど、まあ、ちょっと音痴な楽器を仕入れてやすいですね。それで調律して使ってるわけ、ね。まあ、安心ってわけじゃないけども、私と同じ楽器ここに何個かありますからね。もしよかったらやってみたいっていう人にはいいかもしれないよ。 440Hz でチューニングしてるからね、同じ楽器です、ね、よくなるでしょうこれね。まあよかったら使ってください。そして私の場合ほったらかしじゃないんだよね。 YouTube のね、田村まさかオカリナ講座、講座いっぱい出してるんですよ。息の使い方、指の使い方、タンギング、ね、それから例えばふるさと吹く場合だったら、コツはこうだよみたいなね、やってますから YouTube で学べる。それと、まあそれでね、もしね、その YouTube でも我慢できないんだったらね、私の教室に来て、教室ここら辺界隈でやってるから、月曜日から土曜日までもう忙しいんだよね。で、1回来たら1500円だから飛行機乗って来てね。これね、みんなうんうんって言うんだけど、まだ来た人いないよね。まあいいんだけどさ、本当にね、まあ、できるだけ YouTube でやろうと思います。私の YouTube がいいのはね、使う、例えば私の、まあ、オリジナル曲なんかもそうなんだけど、使う曲、それから私が弾いた伴奏で無料で楽譜とかダウンロードできるようにしてます。もう至れり尽くせりですよね。ね、まあ、そういうわけでね、また応援してください。さて、次の曲はね、どれいこうかな、これいこうかな、望郷バラード聴いてください。Thank you.
ありがとうございます。いや今日もね、こんだけたくさんのご縁をいただいて、特にね、お客様ね、早くから来てくれてありがとうね、本当にね、お客様の貴重な、貴重な時間を、ね、時給5万円の人かもしれないのね、ありがとうね、本当にね、あの、生の音をね、聞いて、さっき今、ガヤガヤやってた人いるけど、ああいう人もいるんだよ、音楽なんかどうでもいいっていう人もいるね、ただ、音楽を聞いて、いいなと思える感性を持った人がいる、そういう人に置かれましたよね、私たちがコントロール不可能だった分野、自律神経が整って、よく言うんですよ、最近ね。千葉真一さんのような屈強な人でもね、自律神経が乱れて、要は免疫が弱かったら、コロッといっちゃう。ね、よし、今日は頑張って心臓を動かそう。心臓なんて勝手に動いてるんだよね。そして、勝手に止まっちゃう。ね、本当にね。だからね、その自律神経系、コントロールできない部分を何とかしようっていうのは、まあそれは本当になんか精神論みたいになっちゃうけど、音楽がきっと役に立っているような気がする。でそれはやっぱり感受性を持ったお客さんというのもあるんだよね。演奏家だけでね、聴く方にも才能があるわけよね。だから本当にいいお客さん、さっきの手拍子が遅れなかったっていうのはこれ本当すごいことだからね。本当にまあありがとうね。まあ本当にちゃんと聴いてくれてありがとうございます。感謝を込めて最後の曲ですけどもね、ありがとう。夏の終わりのセレナーデになりますね。ちゃんと聞いてくれてね、お客さんきっとこれからね、バランス取れて元気になってやっていくよ、ね、ありがとう。またお会いしましょう。田村でした。ありがとうございました。お客さん本当にありがとう。ありがとうございました。ありがとうね。